65人の子供を育てた女子大生って知ってる？ネパールに住む彼女にはなんと65人もの子供がいるのだ。こちらがその女子大生、マギードインさん。アメリカで生まれ育ったこの女性、18歳の時、旅行先のネパールで見た光景が後の彼女の運命を大きく変えた。そこで目にしたのは何人もの学校に行けずに働く子供たちの姿だった。彼女は全財産をはたき、一人の少女を学校に通わせた。そして彼女はより多くの子供たちに学校だけでなく安心して暮らせる場所もプレゼントしたいと考えた。そこで彼女は必死にお金を集め、なんと65人もの子供たちを養子として引き取ったのだ。さらに彼女の活動に協力しようとネパール全土で150人以上の人々が立ち上がった。そして建てられたのがこの施設、オピラ。ただの旅行先でしかなかったネパールで彼女はアメリカに帰るという選択もできた。しかしここにとどまり、コミュニティを作り上げ5万人もの命を救ったのだ。彼女のような人がいるからこそ人間は美しいのかもしれない。見てくれてありがとう。またね。